国の重要文化的景観に選ばれている豊後高田市の田渋野荘では毎年この時期に昔ながらの田植えを再現したお田植え祭が開かれています。新型コロナの影響で今年は4年ぶりの開催となり、県の内外からおよそ1500人が参加しました。はじめに牛と牛使いに扮した人たちが田んぼに入り、ユーモアあふれる白柿の様子を演じていました。その後は参加者が横一列に並び、泥だらけになりながらも丁寧に稲の苗を植えていきました。まあ、初めてのことなんですけど、いや本当に大変だなと思いました。とても楽しいです。10月には収穫祭が開かれるということです。